先日私は家族と、先日としても半年になりますかね、久しぶりに回転寿司に行ってきましたね。え、ある知り合いがあのくら寿司に、まあちょっと名前をこういう名称を挙げるとちょっとまずいんですけど、まるまるくら寿司というとかね、ぜひ行ってみてください。面白いですよ、楽しいですよ、栄養に体にいいですよということで、おまけに安いからみたいなね、で行ったわけです。家族3人で行ったんですけどね。そしたらですね、最近の回転寿司屋もね、デジタル化が進んでんですよ。参っちゃいましたね。いつ他の回転寿司屋と同じように皿がぐるぐる回ってくるんですが、それだけでは面白くないということで、目の前には液晶画面がある。そして自分が食べたいな、ね、ぜひトロだよみたいなことでね、でトロはこの皿には乗ってきません。乗ってくるのはマグロですね。トロを注文する、そうですね、トロを注文する、トロもな来るんでしょうけど、広いんですよ。とにかくあれ25メーターぐらい、プールぐらいあるぐらい、ブワーッと広いところに、それで皿ぐわーっと回るわけですよ。で一旦逃すとですね、大きいですからもうこういう腕組みしてないと戻ってこないという、そのぐらいすごい。 その町にある小さなと違いますからね。ぐわーっと、そしてぜひやっぱりここが美味しいか美味しくない、トロだよねってことで、トロを注文としようとするわけですよ。小さなお寿司屋さんなら、すいませんトロ一つって言いますよ、これで済んじゃいます。違う、デジタル化がする。 IT 回転寿司屋ですからね。この液晶画面のまず最初に注文出すために説明書を読まなきゃいけない、ね、説明書を読んでどうするって、ああだこうだ、家族ですからああだこうだ言いながらやってましたよね。ああだこうだ言いながら、どこおしゃいんだ、ああそうだこうだってやってるうちにね、時間が経つわけですよ。うまい店ですよ、ここは。この寿司はうまい、ね、やってるうちにお腹がもっと空いてくるってそしてやおらですね、スイッチを押してやっと出てくるでしょ。ところがですね、私たちは慣れてないからね、間違ったところをしたんですよ。そうすると、ああ間違ったかなってね、そちらに違うのが注文しちゃったんです。ちょっと違うものを注文しちゃったから、これキャンセル、キャンセル、おキャンセルはどうやんだって、また調べなきゃいけない、ね、キャンセルがなかなかわからないように仕掛けられている、ね、あのウェブ上で、ね、あのインターネットで何かの会員になりますでしょ。そうするとですね、なかなかあの解約できないんですよ。もう複雑なんですよ。何やどこやっていいかを最後に諦めちゃうんです。もういや、ほっときゃいいやって、ね、うまい店です、ここは。最高にうまい店ですよ。こうやって余計なものまで食べてしまう、ね、これ最初から仕組んであるのかと思うぐらいすごいです ね。そしてさらに遠い向こうの方からですね、ちょうどここの前向こうのあのビルの玄関ぐらいのところから出てくるんですよ。板前さんいませんからね、向こう奥にいますから、あれだって言ったらですね、あ来た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 、やっと来たよって言ったら、向こうに座ってる人取っちゃったのね、本当にね、なんで、で同じ注文が同時に出たらどうなります。そうでしょ、スーッと取られて、私のどうなるのって言ってる間にどん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 時間が過ぎていくんですね。ちょっと係の人が来てですね、すいませんすいません、私注文したんです、今に来ますからなんて話して、お腹が空いて待ってるわけですけど、その間にまた別のものを食べる、お金を使うようにできてるんです。よく考えたな、最高にうまい店、これがあそこの店ってことです、ね、この回転寿司考えてください。ぐるぐる回転して戻ってきたりするわけじゃないですか、食べられちゃいますけど、これはですね、一つ非常に私たちに考えさせられるんです。あるところにいました、そして戻っていくんです、振り出しに戻るんです、そしてまた動き出すんです、でもまた戻っていくんです、そして証拠にもなくぐる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 回って、やがてドーナツになってしまうって話がありましたけど ね、ぐるぐるぐる回って、これを回転という。私たちは回転の人生を歩んじゃいけないんです。いいですか、お寿司ぐらいならいいですけど、私たちの人生大切なのは回転ではなく回心なんです。この聖書のところに回心という言葉があります。回心寿司じゃないですよ、回転寿司でない、回心。パウロがこの回心というね、美味しいお寿司を食べたんです。
ちょっと失礼な言い方ですけどね、ね、これ以上ないというものを出会ったんです。これが今読んだお読みした聖書のところなんです。これはパウロが改心をするという場面を説明するんです。改心とは一旦そこを出たらもう二度と戻らないということです。回転は何回やっても戻って最終的にはぐるぐる回って目が回る。改心は180度変わったら元いたところに決して戻らないということです。だいぶ違うじゃないですか、回転と改心。パウロはどのようにして元出たところからもう二度と戻らないところへ行ったのだろうか。これがパウロがいろいろと周りから攻撃を受けながら、裁判にかけられながら、牢獄に投じられながら、鎖で拘束されながら訴え続けたことなんです、ね、それがこの使徒の働きという、なかなか面白いと思いません、皆さん、ね、この聖書の中には面白いことがたくさん書いてあります。皆さんの知恵と知識と体験、そしてそこから何か得ようとする意欲があったら無尽蔵に出てきます、ここから、ね、でも興味がなく関心がなく得ようとしなくて知識も知恵も体験もないとしたら、放棄したら何も見えてくるというね、とても謎を秘めたバイブル、世界のベストセラーということじゃないですか。さて、なぜ戻っちゃいけないのか。パウロはイエス・キリストという方に人生を180度変えたんです。パウロはユダヤ教の人でした。新しく来たイエス・キリストとその集団に対してはね、こんな連中が来たら苦々しい思いを持っていました。それで追っかけては捕まえ牢に入れ、そしてある時は殺人をする協力までします。その彼がかつての仲間たちと完全に関係を断ち切って180度変えてキリストの方に行ったんです。これが改心と言います。ユダヤ教でいろいろやりました、いろいろ頑張りました、いろんな世界を知りました、でもまた元へ戻りました。これを回転と言います。私たちのキリストが進める信仰、十字架は回転ではなく回心ですということがね、パウロが言おうとしたことなんです。なぜパウロという人は名前がこれだけ知られていると思います。多分ペテロよりもパウロの方が名前は使われていると思います。分かりませんけど、調べたわけじゃない、私の印象です。ですから、パウロは全世界に出て行ってキリストを述べ伝える働きをしたからです。ペテロやヨハネはユダヤのところに留まっていました、ね。パウロだけが世界に出てきなさいと言われました。そしてかつての世界というのは、なんて言いますか、こう地中海にあるところの、このギリシャとか、まあ、アテネとかローマとか、あの辺りなんです。あのアルジェリアの向こう側にあるところの地中海の国ですね。そういった、なぜだと思いますか。パウロはどうしてパウロだけ全世界から出てたんだろうか。それはね、聖書に書いてあるんですけど、パウロはかつての仲間から殺人指令を受けているわけですよ。今で言うとかつての仲間のユダヤ人たちが、あの攻撃していたイエス・キリストという集団のことを伝えているとは何事だと、彼を抹殺せよとこう命令が下るわけじゃないですか。内々でユダヤ人、かつてのユダヤ人から嫌われる。そして自分たちをかつて攻撃してきたあのパウロ、新しいキリスト教を信じる集団が受け入れるわけじゃないじゃないですか。彼両方ともからつまはじきにされる。そして神はあなたが言ったことが受け入れられないその地方から今去って離れていけとイエス様は神は言われたんです。そしてそれじゃない世界、つまり他の世界に行きなさい、こう言ったんです。だからパウロは出てったんです。さすがパウロでもユダヤにとどまったり、その周辺にとどまっていたらなかなかだめ。神様はちゃんと道を用意していてください。ここがダメで言うこと聞かない、ちゃんとここもあるよ、優しい方だということをぜひ知っていただきたいと思うんですが、なぜ元に戻っちゃいけないのか。マタイの福音書の12章の43節から
こんな言葉がありますよ。マタイの福音書というのがあるんですけど、新約聖書の、ね、一番最初のところ、マタイの福音書の12章の43節から45節。汚れた霊が人から出て行って水のない地をさまよいながら休み場を探しますが見つかりません。そこで出てきた自分の家に帰ろうと言って帰ってみると、家は空いていて掃除してきちんと片付いていました。そこで出かけて行って自分よりも悪い他の霊を7つ連れてきて、みな入り込んでそこに住みつくのです。そうなるとその人の後の状態は初めよりもさらに悪くなります。邪悪なこの時代もまたそういうことになるのです。皆さん分かりますね。いいと思って出て行ったんです。でもなかなか居場所がない。そこでやっぱりふるさとへ帰ろう、妹いたところへ帰ろうって、ふるさとへ帰りますね。自分の周りをきれいにして出たわけですから、そこは非常にクリーンな場所になっています。しかしあまりにもきれいなんで、悪い霊たちが一緒に、悪い霊を俺たちも一緒に住もうじゃないかってことね、悪い霊が住んでしまって、そしてどうにもならなくなったという話です。だから回転はしちゃいけない、回心、後ろをもう戻ってはいけないということですね。だからもし昔のこととか、昔のまあ良くない仲間とかがいたら、そこに戻ることは絶対にしてはいけないという、ね、でもそれができるくらいなって言いますよ、必ずね。それができるくらいな問題があってもしちゃいけないって、ね、そういうふうに神様が言われるわけですからね。で第一ですね、改心とは一体何なのか、ね、まだ信仰を持ってない人にとって改心と言われてもなかなか分かりにくい、多分初めて聞くような言葉だと思います。これはイエス様の話、聖書の話、教会のキリスト教会の話を聞かないと巡り合わない単語だと思います。改心、ね、改心は明確な意思決定や決断に伴、それに伴う言動、こういうことですよ。何に対して明確な決断や意思決定をするのか、それは私たちが、私たちの主である十字架からかかったイエス・キリストに向かって正面から立ち向かって、そしてその方と一緒に歩むということですよ。その方を信じるということですよ、ね、それが改心、そして後ろを見るなということです。これは日本人の私たちにとって絶対に必要なことなんです。なぜなのか、私たち日本人は諸外国と比べて環境とか文化が違います。日本人には日本人の独特のその文化、センス、あるいは私たちが先祖から受け継いでくる思考形態、言動があるんです。狭い国土の中に住んだ日本人は、今からもう500年も1000年も前から激しい戦いが行われています。今日は武田家に仕えていましたけど、明日になると上杉家に仕えなきゃいけない。そんなのは日本の文化でゴロゴロあります。今日の敵は明日の味方で、今日の味方は明日の敵になるんです。領土争い、ね、国は敗れても山河があるように、領主たちが戦いをしても、そこで一生懸命働く農民や商業ビジネスをする人たちは、ね、その支配者が誰か関係ないです。そこで私たちは、働く人たちは大体ね、お武家と藩主は座敷の中で茶の床なんか立ててるわけですよ、ね、だけど一生懸命働くのは一般人です。その一般人の私たちは、日本人の多くは誰が変わろうと、誰が国を治めようと、今日も明日も働いていかなければならない、ね、その中で私たちは身を守っていかなければならない。だから私たちはそういう中で生き抜く知恵を授かりました。その生き抜く知恵というのは何でしょうか。それは私たちの心の中にある決断、決意、言動をファジーと言いますね、ぼやっとさせるということなんです。明確な意思表示を避けるという形なんです。だから日本人は得意ですね、セピアカラーが日本人は得意、
日本の美の美しさは、ね、キラキラ輝いた原色ではなくてぼやっとしたセピアになるんです。これが美しいんです。それは私たちの心も表す。私はあなたのこの両親に真っ向から反対するって言ったらその場でもうちょんとやられちゃいます。これが日本で歴史の中で育った私たちの、ね、好むと好まざるとにかかわらず一つの意思決定とかあるいは言動を非常に曖昧にしていくというそういった文化が生まれます。これは神にとっては極めて好ましくない美しくない私たちを受け継いでしまったものです。ここを変えないといけないんです。皆さんぜひ変えないといけない。これがグローバル社会において私たちが日本人が変えなければならないところ、それがはっきりと物事を言う、はっきりと物事を考える、私は誰につくのかを明言する、ね、そういう姿勢がなければ私たちは大切なものを見失うという危険があるということです。黙示録の3章の15節にこういう言葉が出てきますよ。黙示録の3章の15節16節、私はあなたの行いを知っている、あなたは冷たくもなく熱くもない、私はむしろあなたが冷たいか熱いかであってほしい、このようにあなたは生ぬるく熱くも冷たくもないので私の口からあなたを吐き出そう。わかりますね。私たちの態度がはっきりしていなければ神はあなたを知らないと言います。だから私たちはこの私たちの一般的な社会においてもそうですが、私たちが大切な永遠の命という神の国に行くにおいても、私たちのこの気持ちが言葉がはっきりしていなければ、ね、私たちは絵に描いた餅の天国をただ追ってるだけのことになる。それは幻想に過ぎないです。イエス・キリストははっきりとした形で私たちに人間の形を取って血を流して、ね、もう悶絶しながら私たちの罪をカバーするために命を全うされました。はっきりとした形をする。イエス・キリストの前までははっきりとした形がなかったんです。神は見えなかったんです。だからはっきりした形として偶像を作ったんです。金の牛を作ったり、ね、これはある意味はっきりした形です。それではいけないということを気づいた神は、まあ、神が気づいたなんて言うとちょっと語弊がありますけどこのような形で私たちに示してくださった。これははっきりした意思表示です。私たちも同じようにはっきりした意思表示がないと私たちはいけないんだということを、これ社会にとって若者にとってとても重要なことです。日本はほっとくと曖昧な言動を取る人種です。でも求められているのは、神が求めているのははっきりとした態度を持つ人間だということですね。ちょっと余談になるかもしれませんけど、回転という言葉ご存知ですかね。回転ではないですね。回転ということを調べているうちに検索しているうちに回転という文字が入ってきましたね。お若い方は知りませんけど、回転というのは字が違うんです。タイトルいいですか。回転ってカッコしてるんですね。これはですね、知る人ぞ知る昭和19年の2月にこの回転を製造する踏み出したのは海軍なんです。人間魚雷です。日本で初めて作った人間魚雷、その人間魚雷の名前は回転です。最初は脱出できるようにといろいろ考えたんですけど、時間とあれがないために一旦ハッチを閉めたらもう自分からは出られない。そこで自爆テロの原型になってるんですよ。これはつまりもう入ったら死ぬしかない。この人間魚雷の命中率は、ね、100% と言われてる。ゼロ戦と違うんですね。特攻隊のあるとは、特攻隊は 20% ぐらいの確率なんですけど、人間魚雷は 100% と、ね、ある資料には書いてありました。失敗したのもあると思うんですけどね、そういうデータが出てますよ。この回転、死んで天に上がるという、
そしてここに天というのも使っているようですよ。あなた方はお国のために働いた、でもあなたは永遠の天に入るんだ、頑張れみたいな檄を飛ばされたのかもしれません。まあ、悲しい記録なのであんまりあのお話はしたくはないんですが、歴史にあの向かな直面あの目を向けないといけないものですからね。私たちはキリストを知らずして命を捨てても天には行けません、はっきり言って。だからこの回転は回転転ぶの方ですね。つまりあの残念ながら元に戻っていくみたいな、ね、そうやってあの私たちはいろんな歴史を探りながら改心をするということがどういうことなのか、回転でも回転寿司でも回転でも人間魚雷でもない改心、キリストに目を向けていく、はっきりとした態度、それが必要なんだ。それは何をはっきりした態度なのか、それは神へのはっきりとした気持ち、信仰ということですね。そのために改心をするために何が必要なのか、それはやはり訓練と鍛錬が必要です。スポーツマンが体を鍛えるように、私たちも鍛錬と訓練を積まなければ、また改心というところにたどり着けない人も多いです。で、一瞬にして改心ということを経験する人ももちろんいます。しかしなかなかそのあれができない人は強くならないといけません。強くなれば相手が攻撃を控えます。相手が攻撃を控えれば和平に持ち込みます、両方とも。そして戦いを避けることができるようになります、ね、この私たちの改心というのは世の中の私たちの日常生活から争いを取り去っていく一つの道なんだということです。わかりますね。皆さんが争いばっかりあるような、生活は嫌じゃないですか。そのためには心が強くなければなりません。そのためには鍛錬訓練がなければなりません。それには聖書を通した鍛錬、具体的には祈りであったり信仰のチャレンジを乗り越えるということ体験です。そういうものを通して強く、さらに強くなっていく、これが必要なんです。何もしなければ私たちの心はぶれていきます。そうですね。だから私たちはこのことについてぜひ心に留めていただき、それから2番目、最初は改心には明確な決断、意思決定とそれに伴う言動が必要なんだ。それはキリストに従うんだという決断と同時に、社会に対しても私たちの精神的訓練で、どこへ行ってもはっきりとした態度を明言できるような人間になるということです。それには実力がなきゃダメですよ。だから普段から例えば会社員なら力がなければ、ね、はっきりとした態度なんか言えません。そうですね、もう下向いてブスブス言うだけです、ね、あのお偉いさんたちがいる会議なんかあるとか、そうです。はっきり物事を言う人がいます。この若造がって年取った人は言うかもしれません。しかしそれだけの物事をはっきり言うには、それだけの知識や知恵や能力が必要なんです、ね、でそうやって頭角を出していくわけじゃないですか、ね、さあ2番目、怒りですね。そう、この改心を私たちの心を鍛えるために必要なのが、怒りに対する私たちの対処です。具体的にはまずたくさんあるでしょうけど、私たちの心の中には怒りがあります、ね、怒りは原爆に等しいということを覚えてください。ね、あそこ あのロシアに隕石が落ちてきて、そして長崎の原爆の20倍のエネルギーを持っているって今日 NASA がそんなこと言ってますね。原子爆弾の20倍のエネルギー、みんな驚きましたね。昨日ですか、一昨日、隕石が落ちていくんだ、衝撃波がすごい、ね、みんなも血だらけになったニュースがあります。しかし皆さん、それをここまでニュースにするなら、私たちの心の中には怒りという原子爆弾がいつもあるということです。怒りは蓄積されることによって巨大なエネルギーとなるんです。いつの間にか怒りそしてそれをある時爆発する。
そして心も体も破壊していく。それを避けるために戒心が必要なんだって進めてるんです。誰も一人として私たちの中に怒りがない人はいません。みんな怒ってます。でもそれをどう処理しているのかは個人によって違います。そうですね。だから皆さんはそれを考えなきゃ。怒りはね、あのがんに等しいです。がん細胞みたいな。誰でもがん細胞は持っています。ね、たくさん持ってるんです。でもその中のがん細胞が成長してもう強力ながん細胞になって私たちの肉体を蝕むんです。あの NK 細胞、ニューキラー細胞というのがあって、そしてそのがん細胞をやっつけてくれるわけです。楽しく喜んでると NK 細胞が活発になって、今日も今の時点で私たちの体にあるがん細胞をやっつけてくれる、食ってくれるってやつ、食べてくれるってやつ。私たちの心の中にあるがん、皆さん今あの私たちが一番困るのはやっぱりがんじゃないですか。他の病気はだいたい食生活、食習慣、生活習慣でなんとか対応できるんですけど、がんだけはね、一生懸命努力してもある日がんができてますと言われたら落ち込んじゃいます。私たちはそのがんを、自分たちの中にがん細胞があるということを、それは怒りがん、心の怒りが心のがんだということです。それを戒心ということによってそれを取り去ってくれることじゃないですか。そしてさらに怒りは伝染病ですよ。怒りは伝染するんです。家族の中で誰かがこの中で怒りをた、もう預金通知の定期預金みたいにですね、一生懸命ためにためてですね、満期に来たら爆発させようなんて、そういう怒りがたくさん溜まっていくとですね、ね、これは確実に次世代に伝わります。親の怒りはここに伝わってきます。親を大切にしている子ならば子なるほど怒りが伝わっていくんです。うちのお父さんお母さんをこんな目に遭わせ、私もそうでしたよ、ね、私の父を痛めつける会社がありましたから、いつかこの連中を見返してやると思いましたよ。子供に伝わっていくんですよ。この怒りは人を幸せにはしません。そうですね、怒ったってそれをやったって結局は次に報復されてくるわけです。自分が報復すれば報復の対象に次はなっていくということで、怒りの連鎖が始まります。ですから怒りは原爆、怒りはがん、怒りは伝染病、ね、そして怒りはどんどんエスカレートしていきます。だから私たちの心の中にあるこの怒りというこのものを私たちはどうやって抑えていくのか、それが私たちの日常の大きな課題なんです。ぜひ大学かなんかで やってほしいんですけどね、こういう話をね、皆さんで、ね、研究してほしいんですけど、それを解決しないまま世の中に出ていくから怒りがどん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 溜まって爆発するわけですね。社会を良くするためにはとぜひ思うわけです。なかなか心を収められません。箴言の16章27節、箴言16章27節、よこしまなものは悪を企む、その言うことは焼き尽くす火のようだ、ねじれ者は争いを巻き起こし、陰口を叩く者は親しい友を離れさせる、暴虐の者は自分の隣人を惑わし良くない道へ導く、目くばせする者はねじれ事を企み、唇をすぼめている者は悪を成し遂げた者だ、白髪は公営の冠、それは正義の道に見出される。最後の節ですね、16章32節、怒りを遅くする者は勇士に勝り、自分の心を治める者は町を攻め取る者に勝ると神は言われます。この怒りをいかにして治めていくか、それは一国を戦いによって奪い取るよりももっとすごいことだと神は言ってください。私たちは何かを成し遂げようと思って、ね、日本は私が支配するみたいな大きな思いを持つ前に自分の心を怒りを収めてみろと、こういうふうに神はおっしゃっています。そのために戒心ということが必要なんです。戒心は3番目、戒心は私たちの心を鎮めるということです。怒りを鎮め、心を鎮め、そして私たちに
喜びや恵みを与える。大体戦いの原因の多くはこの一人の怒りから始まります。そうですね、怒ってはならない、男は清い手を挙げて祈れと聖書は言っている。特に男性、怒ったらね、怒ったらどうして復讐してやろうかと考えないで、そして清い手を挙げて祈ることですと主は進めていてくださいます。これがその素晴らしい方法なんです。怒りをそのままにするとどうですか。若い人たちなんか特にね、六本木の愛事件が勃発してしまうんです。自分たちの仲間が誰かに痛みつけられた、ね、自分たちの仲間をこんなことするとはなんだということで、みんなで集まって六本木にバッと持って行った、ね、そしてみんなで殴り殺しにしてしまった。でもそれは人違いだった、ね、10人20人がかかっている、ね、みんな一緒になって自分たちの仲間をやってたら誰だ、怒った、怒ったわけでしょ。そして最終的にどうなったんですか。家族を悲しませ、自分だって悲しいでしょう。相手が間違ってるんですから。なんという愚かなことをしたね。そういうことじゃないですか。怒りは人の目を迷わせてしまうという。だから抑える、抑える、抑える。ね、心を静めてくださるイエス様、そういう方と一緒にいないといけないということを思うわけです。皆さんの、私たちの、皆さんの楽しい人生のために、それがキリストへの明確な意思表示、改心こそが私たちの怒りを、どうして神はこのようにして無理難題を言うのでしょうか。怒りで収められるぐらいなら苦労しませんってすぐ言うかもしれません。そしたらローマ書12章の19節が出てまいります。ローマ書12章19節、愛する人たち、自分で復讐をしてはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである、私が報いをすると主は言われる。怖い、ね、ただほったらかしにしてですね、ハードルを高めて、ね、それで収めることもできない怒りを収めるとは言いません。神ご自身が、私がやってあげるからあなたは静まっていなさい。でこう神は私たちを助けてください。だから怒ることがないんだと。怒って自爆してはいけないということです。自分の中にある爆弾、胴体にですね、爆薬を撒いているみたいなもんです。怒りを溜め込むということは自爆テロと同じです。ぜひ今日から私たちの中にあるところの怒りを収めていただきたいと思います。最後にこの間の事件のことをお話して終えたいと思います。ガム島で若い青年が、21歳の青年がね、あんなことを起こしてしまいました。生々しい事件が起きてしまいました。今日はね、そういった生々しい事件の話が多いんですけどね、まあ、お寿司の話で勘弁してください、ね、彼はこう言っていますね。湧き上がる怒りを鎮められなかった。彼は湧き上がってきたんです、怒りが。その怒りをどうしても抑えられないで、あの行動に走ったというんです。彼は21歳ですから、実は4年前まで教会に通っていました。しかしこの4年間教会には行っていませんでした、ね、逆算するとだいたい17歳ぐらいまで、高校2年生ぐらいまで教会にいました。しかしその後18、19、20、21とちょうど大学生のぐらいの年齢の時に、今ね、受験やってますけど、時に全く教会から離れました。信仰を持っているとは思いませんけど、離れて教会にさえ行かなくなりました。最後に彼は教会にもう一度行きたいと言って犯行に臨んだそうです。友達が証言しています。教会には彼の怒りを収める要因があることを彼は知っていたんです。でもそれができなかった。それは悪い霊が邪魔するからです。自分が思ってもできなくなるんです。じゃあどうしたらいいですか。私たちは、はっきりとした意思表示、戒心を持っていれば、聖霊が助けてください。いつ戒心するんですか。それは今でしょなんてコマーシャルがありますけどね。ね、今でしょみたいなね。誰がやるんですかみたいな。いや、そういうコマーシャルがあるぐらいです。私たちは、このようにして、
ぜひしっかりとした人生を歩んでいってほしい。もし心の中に怒りがたまれば、それは必ずいろいろな形をして爆発します。それは人を間違いなく不幸にします。だから私は、私たちの家族では、あの夫婦ではよく言っていますけど、そういう話はしない。 し始めたらやめよう、ね、そして思い出さない。そんな方法を今試みています。後ろのものを振り返ってはいけないって神は聖書を通して言っていますね。湧き上がってくるってこの人言いましたね。彼はしょっちゅう湧き上がって思い出したんですよ。それを思い出して思い出して、考えたくもないのに次から次へと襲ってくるんですよ。だからそれを止めなくちゃいけない。それは神は私たち聖書を通して怒ってはいけないっていう主がおっしゃるので、そのために考えない、思えない、振り返らないという努力を積み重ねて怒りを避けることが可能です。怒りは完全に取れないかもしれません。しかし抑えること、沈めることができるんです、ね、そういう知恵を神様私たちに与えていてくださるんですから、ぜひ皆さんもこの1週間神と共に心を収めて、城を取るよりもすごいこのイエス様のこの教えを自分のものにしていきたいといただきたいと思います。開店から開始。